たか鳴き声をでかい体も命は一つ何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルスい恐竜を倒せ。諸君、アメリカノースダコタのミズーリー高原に肉食恐竜が現れた。牧場を襲い、馬を一頭食い殺したという報告が入った。とにかく見たこともね、おっかないやつで、馬を軽々と加えて持ち上げやがったんだからな。8フェートもある大馬を一発で仕留めた俺の腕前を信用しねえのか。背丈が30フィートもある化け物だぜ。どんなでかいやつだって急所ってもんがあるんだ。急所がな、そこへ一発もやすりゃ力さ。あいつだ、俺に任せろ。逃げろ。進路 NE230 足跡に注意しろ。了解。緊急連絡、緊急連絡、恐竜による犠牲者が出ました。ウェリントン村の西方10キロ地点で死亡1名、ティラノサウルスと思われる恐竜に襲われて殺されたという通報がありました。人食い恐竜か。現在現地の住民が組織的な恐竜退治を行っている。犠牲者はその時に出たものと思われる。住民とのトラブルがないよう極力努力してくれたの。以上。了解しました。20度、近いぞ。あ、足跡だ。近くにいるぞ。すぐそばにいる。
奴は村に向かっている。なら麻酔砲の用意だ。了解。ねんねしてくれよ。ボス、もっと近づいてくれ。オッケー。麻酔砲発射。いっぱいらしいや。村と反対の方向へ行ったぞ。本部へ連絡だ。はい。こちらボンフリー号、こちらボンフリー号、基地本部、基地本部。何？麻酔弾が全然効かないというのか。ええ、ショック砲も全く効きません。まだまだ研究が足りなかったようだな。放射能の影響で特異な体質に変わったということも考えられる。よし、研究中の脳の中枢へ直接作用する麻酔弾の完成を急ぐから、それが到着するまで時間を稼ぐんだ。なお、現地のウェリントン村では救助を待っている。急いで行ってくれ。わかりました、博士。よし、村へ行こう。発進。やられた。多分電気系統だ。よし、俺はビーグルで先に行く。ゴーさん、治ったら後からすぐに来てくれ。オッケー。村中のライフルとダイナマイトを全部集めろ。ビスマークの保安官へ SOS を打ったが、当てにはならねえ。俺たちの手で村を守るしかねえ。あの化け物をぶっ殺して、死んだデュークの敵を討とう。ああ、なんだあれは。恐竜のマークだ。あんたたち恐竜をやっつけに来てくれたんだね。ボンフリー隊です。ボンフリー隊、いい名前だ。早いとこ恐竜をやっつけてくださいよ。ご安心ください。これ以上恐竜を暴れさせません。ジョージ、ジョージ、どうしたガラ。今ヤツが村へ向かっていった。気をつけてくれ。わかった。それでエンジンはどうだ。もうすぐだ。治ったらすぐ来てくれ。了解。皆さん、恐竜は私たちボンフリー隊に任せてください。責任を持ってこの村を守ります。村へは一歩も入れさせません。俺も乗せてってくれ。いや、危険ですから。それは困ります。お願いだ。奴はこの村の敵だ。やっつけるところを見ておきたいんだ。わかりました。いいでしょう。
牽制してティラノサウルスを村の方へ行かせないようにするんだ。分かった。我々の任務は恐竜を保護することなんです。保護？生きたまま捕まえます。生きたまま？そうです。眠らせて保護地区へ運ぶんです。冗談じゃねえ。俺のいとこのデュークが奴に食い殺されたんだぜ。村の門は敵討ちだってさっきなってるんだ。何してるんだ。殺せ殺せ。大丈夫です。村へは絶対に入れさせません。あんなやつを生かしておかなきゃならねえんだよ。黙っててくれないか。任せた以上口を出さないでくれ。これ以上我々の邪魔をするなら降りてもらう。父さん、あの崖の下へ追い込もう。了解。なら、ショック砲発射。電線で塞ぐから、ガラ、牽制してくれ。ジョージ、マサキだ。一応ティラノサウルスを高圧電流で動かなくしました。よし、麻酔薬は完成した。先ほどフリーランナーで出発したから、それまでなんとか頑張ってくれたまえ。了解。麻酔弾がつくまで釘付けにするんだ。って言うんですかね。恐竜が村の方行って暴れるとボンフリ隊の信用がなくなってしまうからだよ。なるほど。これ面白いぞ。人食い恐竜を生かしといて何の時になるって言うんだよ。どうして殺さねえんだよ。保護するのが私たちの仕事なの分かってください。分からねえよ。もう頼まない。あいつはな、俺たちが殺してやるよ。まあ、どうしたサム。何がボーンフリー隊だい。あんな腰抜けを当てにしてたってラチは開かねえ。俺たちでやっつけよう。恐竜は私たちが殺してあげるわ。あんたが恐竜を。そうよ、私たちは恐竜を殺しに来たのよ。任せときな。
私たちはあんなボンフリみたいな腰抜けじゃないわ。そうですか、よろしくお願いいたします。レディーバトル、悪いところへ出てきやがったな、まったく。ここ襲われたら大変だわ。ガラ、フリーランナーに到着時刻を聞いてくれ。了解。フリーランナー、フリーランナー、こちらボーンフリー、応答せよ。こちらフリーランナー、到着予定時刻は約20分後です。了解、急いでくれ。了解。レディ、我々の邪魔をするな。恐竜は今おとなしいんだ。村を襲う心配はない。刺激しないでくれ、頼む。あんたと私は目的が違うのよ。そっちこそ邪魔だわ。レディ、どっちが恐竜を手に入れるか腕次第よ。あと15分、なんとか持ちこたえるんだ。恐竜は電気で閉じ込められてるんだ。わけなく殺せますよ。いいから、まあ見てらっしゃい。リック、スピード上げて。え、来たぜ。どうするんだ、ここを動けば電流が止まっちまう。どんなことがあっても絶対にティラノサウルスを村へ近づけちゃいけないんだ。今度こそお大仏だぞ。もっと近づくんだよ。あ、バズーカ砲だ。煙幕弾発射。これで100年目だ。もらいてえのさ。約束が違うじゃねえか。うるさいね。恐竜が村で暴れてくれればボンフリー隊の面目が丸つぶれになるのよ。村の奴らが食われちまうよ。止めてくれ、殺してくれ。うるさい。
世話焼かせやがって。レディ、恐竜を持っていかれるのを指くわえて見てるんですかい？引き上げましょう。え？引き上げるんですかい？まだ他にもいるかもしれませんぜ。引き上げだって言ってんのが分かんないのかい、リック。あんたたちは全く神様みたいな人たちですね。私にも恐竜を助けるってことがどんなことか分かるような気がしてきました。おかげで村も無事でした。ありがとうございました。被害を最小限に食い止め恐竜保護に全力を挙げるんだけど、ショック砲もエゾミカサ竜には全然効き目がないんだ。それで新兵器を使うことになった。来週の恐竜探検隊ボンフリー、謎の恐竜エゾサウルス、みんなも応援してね。